バッタモン会のコスプレメイクができるまで。よいしょ。はい、バッタモン会です。小林ひろゆきです。ブレイン松井です。バッタモン山下です。お願いします。この放送はビッグショップメープル池袋店さんより公開収録でお送りしております。ご来場ありがとうございます。ありがとうございま す。さあ、公開収録は今回でちょっと最後ということになりますが、まあ、そうですね、はい、公開収録はですね、公開収録はそこ強調しとかないとですね、うん、そう、はい、みんなどうしたの、今までありがとうございましたの、そうそう、公開収録でこう直接お客さんの前でできるのは最後なんで、せっかくなんでという感じですね、うん、というわけで今回カイさんは何のコスプレメイクをするんでしょうか。はい、葬式みてぇだな、ほんとに。そう思う。でもまあ、有働さん聞こえますかの気持ちだからさ。そうですね、そう、レクイエムを奏でたいと思いますので、ハンターハンターの、クロロルシルフルをやりたいと思います。はい、髪下ろしてる方ね、髪下ろしてる方、そっちですね、やろうかと思います。我々と言ったらハンターハンターなのでね。そうだから、こっそり合わせてます。誰が誰かわかるかな、誰か誰かわかるかな。答えは回答してみてください、はい、コメントください。そうですね、というわけでコスプレメイクスタート。はい、じゃあ始めていきます。お願いします。ネットをかぶってコンタクトカラコンを入れていきます。ハンターハンターね、改めてね、アニメ見てたらね、やっぱめちゃめちゃ面白いよね。やっぱね、私はね99年の呪いにとらわれてるので、ただあそこで時が止まったりする前の方で、99年ハンターハンターの呪いにかけられてて、まあ、最後まで行ったらその続きから新しいハンターハンター見ようかなって思ってたんだけど、はい、面白すぎて天空闘技場から見出したのね、とりあえず、はいはいはい、とりあえず天空闘技場から見出したんだけど、はい、面白すぎて一体どれで区切り戻ったのね。なるほど、ごめんなさい。戻って、はい、でまた進んで、はいはい、でまた戻ってっていうのをやってたら、うん、前に進まないで、全然進まなかった。じゃあやっとグリグリガーランドまで行って、面白かった。でも本当に今ちょうどドッジボールのいいところで、うん、昔のアニメの最後の最後というか、そう、グリードアイランド編ファイナルまでが昔のアニメの、うんうん、最後なんですけど、うん、カラコンをつけます。エティア、ジュレワンデー、ライチジュレってやつですね、グレーのカラコンです。基本なんかもう目が真っ黒なんですけど、うん、ちょっと真っ黒はなんだかなって感じなので、なるほど、漏れ高と、そう、漏れ高、そうなのよ、結局漏れ高が大事なので、うん、このカラコンをつけたいと思います。こんな感じですね、うん、漏れ高はすごいですね。ちょっとシュッとしたお顔にそうなると思います。なりますね。本当に今日が公開収録最後じゃなければドッジボールまで見せてくださいって遅れますっていうその理由で遅刻を、うん、遅れますと、あ、見たいよな、そこは。またドッジボール見たらもう次はボマーだからさ、見てー、そうかよ、ボマーがあるから、面白いの追いかけっこからのは、よかった、今日がもう公開収録最終日で、一生家から出れないところだな。かわいさが、心理戦面白いもんな、うん、面白いな、あのカード使って逃げ、なんか逃げ惑う、いやー面白いよね、うん、ほんと漫画で読んで、漫画で当時読んでる時は本当に辛かったんだけど、はいはいはい、全然意味わかんねえから、カードゲームの、そう、ゲームやらないからね、かわいさんの際がゲーム慣れしてないのと、ちょっとややこしい心理バトルというか、頭脳バトルで、まあ、鈴寺さんたちの考えと、ボマーたちの指導さといい、ほい、両目を入れました、うん、顔を引っ張ります。肌を保護するジェルでセッティングの保護をしてくれます。塗ってあるので事前に用意したものがこちらになります。濡れた肌がこちらになります。で、このプラスチックテープですね、まあ、月用で買えるやつ、100均とかのサージカルテープでも大丈夫です。これで顔を引っ張っていきます。シュッとさせましょうね。いや、だからグリードアイランド見始めたらさ、やっぱビスケでもよかったな今回とさ、めっちゃ思ったんだけど、悩んだんだよね、ちょっと、はい、なんかその話前も出てましたもんね、ビスケの話は。ビスケの案がたまに出るね、定期的に。そう、衣装もズラも嫌だなって思って、ビスケじゃなくてよかったなと思って、まあ、今回さよなら感もあるから、そうですね。いや、でも本当ね、面白い、ヨークシンシティエンってなんであんな面白いんだろうね。かっこいいしさ、めちゃめちゃ、ね、大暴れ、あ、そうだ、大暴れだと思って、はいはい、じゃあメープルで大暴れしなきゃ。団長の指示だからな、そうですよ、夜の池袋に向かってね、死亡リテイキ、そう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 、ちょうどね、ちょっとメープルさんにちょうどいい、うん、そう、お外があるんで、モデレクイエム奏でて終わりたいと。ベランダで言われたりかと、屋上というか、そうね、池袋が一望できないけど、なんだろう、池袋の、そうね、あのアニメイトに来る人たちが一望できる、アニメイトのお客さんたちに向かって大暴れしてる。怒られるじゃん、怒られるな。でも天空闘技場もマジで面白かった。あ、やっぱさ、念を覚えるとこがさ、はいはいはい、面白いよね、うん、
った、あの最初の下水3人な、あいつらな、あいつらなって本当にいい加減にしてくれよと思っちゃうんだよな。いい加減にしてくれ。でもなんか漫画のがもっとやべえやつらな感じしてた。なんか今見たらすごいクソ雑魚すぎて、あ、まあ強さ的に、うん、最初はね、なんかそう、最初はなんかもうめっちゃ怖いみたいなさ、やばいやばい、ゴン死んじゃうぐらいに思ってたけどさ、もういろいろなハンターハンターを見てきたじゃん、我々、ね、いろいろなハンターハンターっていうか、どっちの、まあそうね、ハンターと能力はね、その展開や、はいはい、だから小松使われてもな、ずっとね言ってる松井くんにはシルバーか、うんうん、シルバーをやってほしくてシルバーを言ってるんだけど、うん、でモラウさんも似合うからモラウさんでいいよってゴツネおじさんが言ってるんだけど、なぜかそう、なぜかね今日は違う、女子になってしまう、多分疲れてたんだろうなって、そうですね、次回って考えたら、うん、違うなって、肩を引っ張りました。で横を上に2本ですね、うん、と顎を耳の後ろに顎のライン引っ張ってシュッとさせる感じで全体をシュッとシュッとさせました、はい、のでベースメイクをします。ダイソーで買える BB クリームオークルファンデーションです。これを適量出して顔に広げていきます。はい、ベースを全体に広げたのでダイソーのユアグラムのコンシーラーですね、これでアラを隠していきます。でもね、なんか悲しいことにさ、ほんとさ、私がおばさんになってしまったから、うん、そう、私がおばさんになってしまったから、はい、ポンと切るは超可愛かった。あれ、私違ったっけって思うよね。ショタだったよ。なるほどね、どんどん差がついてくる。そんな年変わんのってな、自分と、うん、ね、そうですよ。そうだって、ほんとひそかがさ、変態デッチのお兄さんでかっこいいなぐらいに思ってたのにさ、ポッとキルアタンかわいいねってなっちゃった。キルアタンもだから同感になってるんですよ。そうね、ビスキが嫌がってきた、おいしい食べたいってなっちゃった。ひそかどうの、まだまだまだ、でもひそかよりかは早く食べちゃうと思います。熟しすぎたらダメだからね、やっぱり。なるほどね、キリキリの発言だから見逃していきましょう。そうですね、見逃して、見逃しちゃうよ。見逃していきましょう。これそれじゃないじゃん。ちょっと俺は早すぎた、恐ろしく早すぎたんで見逃しちゃうよ。使徒、特技使徒なんで。そうですね、加谷さんの時使徒か。いや、でも本当にだからショックだった、なんか、うん、ショックと、うん、でもやっぱりの流れ、本当に可愛かった。はい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 。し、うん、あの頃のアニメの作画マジで神だから、本当に本当に本当にみんなに見てほしい。ま、ヨークシーンどうかしてんだよ、本当。ヨークシーンどうかしてるよね。天空闘技場もでもなかなかだったよ、はい、改めて見たら可愛かったもん。なんかベッドの上で2人で戯れてるの可愛かった。表現だけはな。だって本当のことよ、個室用意されてさ、個室を用意されて、はい、ベッドの上で戯れてるったり、かわいかった。そうですね、実はそうでしたね。大地主の話じゃないですよね、マティさん。じゃない天空闘技場の話です。ですね。はい、あらを隠したのでキャンドゥで買えるパウダーファンデーションピンクオークルです。これで土台を完成させます。はい、面白いな。なんであんな面白いんだろうな、ハンターハンターって。でもやっぱもう親なんだよな、ハンターハンターが親なの。あ、教えてもらった。そう、全てを。そうね、私の全てだから。そう、実家帰ったよ、だから今週。なるほどね。ハンターハンターを見て、うん、ねえ、コスプレして、知ってってなって、コスイベントに行ってって、友達とね、優秀な友達に出会ってしまったがゆえに、中学1年生の時に初めてジャンプフェスタに行くっていうね。なるほどな。その優秀な友達に出会ってしまったがために、うん、あのキャラクターソングアルバムとかを買い出すっていう。キャラクターソングアルバムっていうのはまたね、知らなかったもんね、そんなんさ。存在を知らないよね。存在を知らない、流れてない、本当に使われてなかったと思う。そうそうそう、全てでなんかね、そういう影響よね。なんかこういう友達に出会わなかったらね、うん、そうね、作品に触れてるだけじゃなくなっちゃったらな。ハンターハンターのラジオまでは自分でたどり着いたんだけど、はいはいはい、まあ、ラジオはね、そう、しっかり自分出して、そう、意識を突破してる、ね、そう、念をまだ覚えてない状態だから、友達、いい人出会い。はい、土台を完成させたので、はい、アイメイクをしていきます。よいしょ。体操で買えるユアグラムのリキッドアイライナーブラックです。これで、まあ、まるっとした感じですかね。そんなに特徴はないんですよね。うん、
まあ、豆切りはちょっとシュッとさせようかなって感じです。ネクタイのラインぐらいまでは塗っちゃいます。あのゴンとキルがさ、あの旅団に捕まってさ、あの2回目捕まった方の時に、はい、カラピカが団長を捕まえてさ、はい、でなんか人質は人質と変われみたいな電話する時あるじゃない、はいはいはい、ピンクスがさ喋ってて、はい、あそことかめっちゃ好きだったなって思い出した。人質怪我してるぜって言ったらクラピカがピッピッ切って、ごめん悪かったな、無事だってピンクスがふざけんなよって向こうの声やってるから。そうそう、超可愛いよね。あれのギャグのところと、うん、あともうその奪還作戦のあね、あレオリオのね、そうそう、ね、さすがも分かってる、レオリオのやから演技だもん、やから演技そうそうって言われてる。誰誰？あ、ホテルの。ホテルの芝居打つとかね。はい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 。目つぶってやるよみたいな。ね、それでも二人とも。もうちょっと大きい声でやってたら、あの場で殺されそうだったんでしょ。そう。聞き悪かったの。もうレオリオ死亡だったから。うん、本当あれの作がいいから見てほしい。マジ、あのやからレオリオの作がめっちゃ良かった。レオリオ。最初に捕まったとこもね、めっちゃいいんだけどね、信長が。はい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 。信長がバカなところあるね。縁のところね。はい、ちょっと目尻をシュッと横に出しました、はい、でこの目頭の方はここと自然になるように引いてます。下は3分の1ぐらいだけこうラインを引いてます、はい、ハイテープを貼って二重のまぶたがなくなったのでそれを復活させていきたいと思います。体操でカエルのビールハイテープです。これをまぶたに貼っていきます。角野田を標的に変えるところとかもいいよなって記憶がバレるっていうのがあって、うん、あいつを先にやらんとなっていう。あれもうほんとなんかね、角野田もさ最後いい女すぎてさ、ね、よかったね。必殺の技がもう記憶を相手口から知るって、はいはいはい、あそこの旅団全体いいもんね。全部いい。全部足りるところを信じるところも、はいはいはい、草にピンと来てないのと来てるのと今はもう繋がっちゃってやばいっていう、触れたらバレるっていうのもいいな。ハラハラしてるんだよ少年のところ。ところはもういろんなところが入り混じってるから、自分たちもこいつは強いのかなと思ったら坊さんにやれる。本当そう、私ハンターハンターでヒル覚えたから。ああ、なるほどね、ヒル、ヒルのやられ方すごかったよ、うん、私ヒルの出し方の方がすごいと思ってた。すごいけど、ね、あいっぱいビール飲んだらなんとかなるか。そうそうそう、勉強になるよ ね、気づき。実際人間でできるならどうか分からない。信じてるから、ヒル信じてる、そう、で人生教訓、そうなんでしょ。これだから、大きい声で敵を倒せると思うんです。ああ、それは俺も今も分かる。最悪ね、全部ダメってなったらね。そうそうそう、人間の手で大きい声だったら倒せる、倒せる。地面も叩けば響くと思ってるから、敵の骨噛み砕いて弾にするとか。あー、くあれはでも、ヤンゴーさんじゃないとできないよ。そうですね。でなんか改めて見ててさ、フランクリンってこんなになんか大人だったかって思っちゃった。フランクリン一番おとなしいよね。うん、あんな見た目なのにね。ね、されてるから、一番まともなこと言ってる。そう、一番まとも大人ツッコミしてる。そう、みんなのなんか、はっ、うん、お兄さん、ね、強くなり方はいびんでね、自分でいびきって、強くなる気がするで、いびきで起こすねえから、まあ、あれは意味ある、見た目も、まあ、気持ちだけだ、まあ、そうそう、あれで全然強くなってなくて、そう、歌の気持ちなくて、ね、だから、まだ若い頃にやったんだろうね、それそうだね、あと入れるのこんなに大変だよ。あんな大人だったかって思っちゃった。二重のアイテープを貼りまして、二重を復活させました。で、ちょっとあの、円がね円がね、これ今、放送見ちゃったのか、ついてちゃんと円をやってるから、アイさんカメラ映ってないけどね、ちゃんと円をやってるから、まあ円ね、はい、こう綺麗になるように、はい、ラインを、袋のラインを書き足して、でアイテープもちょっと足らない部分があるので、それはこのユアグラムのアイリキッドアイブロウブラウンの2番で書き足していきます。さあ、クロロのさウィッグ切りながらさ、プリちゃんを見てたの。どういう精神だったんだろう。プリちゃん見ててさ、こっち来ててさ、したらさ、制約がって言い出して、え、制約と制約って思って、びっくりしちゃったし、感じが違って、プリちゃんねと思って。1年と1年はやっぱかっこいいしな、いつ見ても。鬼滅の人かな。違う、太陽は夜も輝くのオープニングの時はクラピカの服を脱ぐ時もあったよ。なるほどね。はい、書き足しました。とりあえずここに
シャドウ、アイシャドウ、キャンドゥで買えるアイシャドウベリーラテの濃い茶色をここに入れていきます。その後マスカラ、好きなマスカラで下まつげを塗ってください。ちょっと下に、下もちょっと黒っぽくするか決めます。悩みます。なんかね、クマっぽいイメージはあるよね。あー、なるほどね。健康そうなイメージ。そうですね、健康そうなイメージ。クマっぽいというか、キメラアントの時に書いてあのメンバーの中のクマっぽい。一人ゴリゴリのクマっぽい子いたんだけど、いろんな単語に離れちゃう。キメラアントは面白いからね。いや、面白い。てか、マジで本当グリードアイランドもだからさ、最初はさ、その、もうだからそのドッジボールとかの、ボマーとかの、より、うん、マジでゲームの意味が分かんなかったんですよ、はい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 、カードゲームのやり取りの意味が分かんなかったんです、うん、まず、うん、カードの効果でどうのこうのだからね、うん、そうだからそこでだいぶめげてて、もう読むのやめようかと思うぐらい、もうなんかとりあえず韓国語買うけどぐらいの、うん、だいぶやられましたね。いや本当だ、ひそかのズギューンまではだいぶ見るのやめてたよ、うん、ズギューンからちゃんと読め始めたみたいな当時読もうってで、ようやく何年かしてフリードアイランドがちゃんと終わって、うん、で、今度またアリ編とか始まって、わけわかんない、アリ編もまた最初わけわかんないじゃん。難しい時期やっぱね。なるほど。だから、まだわけわかんない間にグリードアイランドもう一回読もうって思って、まとめて読んだらめっちゃ面白くなって、一巻ごとに読んでるとわからないこと多々あるから。確かに。ジャンプで読んでても急に話変えてたらさ、あれって先週の続きじゃないし、ページも飛ばしてないのに。一方その頃からその頃なるね。あとそのブリードアイランドがキメラアントに話が移る時の流れがすげえっすよね。あ、父親に会おうとして飛ばされた場所だっていうで書いた時にっていう、そうですね、あそこ下りがすげえっすね。今上を塗って、まあ、ちょっと上のシャドウもここシュッて飛び出してる感じに塗ったんですけど、はい、で下まつげも塗ったんですね。でその下をこうこのままこのシュッからここに帰ってくるように下も濃い茶色、この濃い茶色を塗ってます。はい、でさっきのリキッドアイブロウダイソーのヨアグラムですね。それでここにちょっと線入れていこうかな。あ、ちょっと強そう。うん、すごい強そう。強そう。盗めそう。盗めそう。まあ、悪いやつ感はちょっと出た。そうですね。ね、なんかヨークシンで全部盗むとは思わなかったよね。だから全部かっこよかった。かっこよかった。一旦ちょっと固めこれにして、もう固めをやります。はい。固めが終わりましたので、強そうかな。強そうですね。この段階ですでに強いんですよね。ちょっと。重ねてる。そっちの顔に違う。顔は違うじゃん。顔は違うけど吐きそうなのって。ああ なんかのエンディングであるよね、吐きそうなのって。なんかみたいな感じ。確かに。もう一回分かんない。嘘、調べてみて吐きそうな感じで。吐きそうな感じ。ウボウソ思い出して泣いてるんだよ。違う、エンディングであるんだよ。押さえてる。画像見たことある。吐きそうな感じ出るかな。はい、眉毛描きます。い、ダイソーで買えるユアグラムのアイブロウペンシルブラックです。はい、これで描きます。お願いします。まあ、近い方がいいよな。そうっすね。そんなに長くないんだよな。そうですね。とりあえずこんな感じで描きました。ほいそれは違うんだよな。キャラが変わっちゃうんですよ。よくできてるんだけどな、うん、出来はいいですよ、そっちも、うん、ダイソーで買えるアイブロウコートです。はい、こちらですね。これでコーティングしていきますね。はい、コーティング大事。次は鼻をシュッとさせたいと思います。はい、さっき目に使ったアイテープですね。これを逆にして使います。分かりやすいように大きいテープでやります。はい、まず潰したい方の鼻の外側に貼ります。うん、で引っ張りながら反対側の鼻の穴の中に貼ります。いい。そうするとチュッとなります。チュッとなりましたね。これをこのテープでやっていきます。はい、はい、はい、片っぽ潰しました。はい、モノクラピカ、本当モノクラピカね。モノクラピカだけはちょっと本当なんだろうね、作画崩壊だよね。作画崩壊じゃないの、崩壊というか、そうね、目が崩れてるとかじゃないの。そう、なぜっていう、なぜなんだろうね、なぜああ してしまったのか。なぜあれがふわーっと出てくる映像を作ったのか。まあね、今の私が見たら加工してあげてって、ちゃんと加工してからあげてあげて、漏れてないんでって止めたくなるもんね。これでいいですかって言われたら、ちょっと待って、漏れてないんでこっちで加工させてくださいっていう、ね、一回ストップかけないとね。誰かと DM してるの。なんかああいう心情なのとかは分かるんだけどね、うんうん、
流れは一応あるもんね。るけど、あれを四方八方から出してくるのはちょっとわかんないな。なんで最後ちょっと細かにしたのか、終わらせにしたのか。ねえ。うんうん。確かにね。ほい、鼻が両方キュッとなりましたので、はい、ここにノーズシャドウを入れていきます。はい、キャンドゥとかで買える小顔パレットですね。小顔パレット、これを茶色い方ですね、塗っていきます。はい、鼻筋を入れました。はい、この辺もちょっとシャドウを入れとく。茶色で、うん、そう、シュッとね、せますか。なんか塗るのないから手で塗ります。うん、我々見慣れたもんだって。どうですか、まあ、手で塗った方がより濃く塗れる気もしなくもないですよね、きっと。やられた友の血を目の前に塗るっていうのが一番かっこいいから。あ、そうですね、わかりますよ。ああいう正解的なやつ。こ、うん、れ何の話、だるま一家。これはね、ルローニケンシンのお二人の剣を使う人。ああ、はいはいはい、あいつも死んだ子供のやつとかすぐにブッてやって。確かにそうだわ。またに入った。ファイアンドローのだるま一家ってそれのパロディなのかな。パロディだけじゃない。でも、チゲショーはよくあるからな。だるま一家って戦う前にベッて目の下にやって、ベッて塗る。最初だけ。最初だけ、ね、最初だけ。チゲショーやっぱかっこいい。毎回出演のなんか出場のパターン変えてくるから、はいはいはい、第1回目はこれだった。第2回目からこう違う登場の仕方する。わスノーモービルみたいなの乗ってこう車に引っ張られたりとかする。こじゃん、面白いな。ちょっと見てんじゃん。うん、やっぱ憧れてたんだろうな、ルローニケンシンとかに。ルローニケンシンとかなのかな。ね、はい、ここ入れました。はい。私絶対念はトンファで戦うね。トンファか。なんかもう無限化系だったら、うん。うん。でも絶対強化系だと思うんだけど。そうですね。結局すげじゃん。結局ね。こうシャドウ入れました。はい。で、唇をちょっとファンデーションで色を。なじませていきます。お願いします。絶対強化系だな。強化系が一番嫌だったんだけどね。あ、なんか単純じゃん。かっこいい面白い能力が使いたいって考えた。そう、そう、もっとね、特質系みたいなのが。特質系がね、なんか一瞬だけやっぱ強化系かバランス以上よりだけど、でも確かにそう、ここで特訓したおかげによって変化系も使えるようになったから、うん、そうですね、下は変化系も、うん、覚えた。変化系もゴンと同じだね。変化できるし、お母さんがお母さんがそう、俺の念をワックスに変えるっていう念を使い手なんですけど、 それを死に持ったのでワックスも出せるし、強化無限とだけだから同じだから変化系もちょっと相性がいい、ね、なるほどね。そっかそっか、リスケがね、ゴンの手差を考えるね。放出系もちょっと使える可能性がある。確かに、ね、放出系か。何を放出するんですか。何放出しよう。ワックスも放出します。結果ワックス。結果ワックス。でもゴムのなんかパーみたいな感じだね。あ、なるほどね。パターンは取られるよね。なんだろうな。とりあえず唇の色を抑えました。はい、そして包帯をこの段階で巻いていきます。先に巻くんですね。家で見つけたもうシワシワの包帯です。これの方がかっこいいよね。やっぱそうね。いや、綺麗な包帯だとちょっとなんかあれじゃない、新品感は、ね、違いじゃない、ね、多少ないのね、ミスぶらしくないけど、ね、包帯があるから、はい、あれなのよ、ちょっとさ、デコをさ、うん、上隠れるぐらいにしてますよね。そうなんだよね。そう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 。でもさ、デコをごまかしたいよね。包帯巻くキャラってさ、うん、やっぱ憧れるよね。憧れる。包帯ね。ヒエを筆頭ですね、やっぱ。ヒエか。ヒエだったら自分の一番最初の憧れが。俺もそうかも。昨日同年代ぐらいのさ、そのオタクの女と会ってたんだけどさ、うん、やっぱさ、うちらぐらいのイニシエのさ、オタクはさ、軍服にさ、すげえ憧れるよなっていう話とかして。軍服ね。へぇ。女はね、軍服に憧れるのよ。何の影響なんだろう。まあ、いろいろありますけど、うんうん、私はドールズっていうやつの軍服が着たかったんですよ、当時。へぇ、はいはい、まあ、これは怪我してる人だわ。確かに。怪我してたね、今の。あのね、ウィンクネットだからさ、ちょうどさ、桜木花道的なさ、包帯見えちゃって。やんちゃなやつが怪我したからテープも貼ってるしな。そう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 、ね、怪我してる。これは素人はダマトレの顔。リーダーが。リーダーが。これはクラスだった。口元がちょっと違うか。うん、素人は難しいの。素人はダマトレの顔か。はい、じゃあ一応完成です。はい、じゃあ今回使った元のウィッグがこちらになります。もともとセンターで分かれてるやつですね。
センターで分かれてて、後ろはこのくらいのものになってます。もうクロロです。髪下ろしバージョンほぼそう、ほぼクロロなんですけど、これをカットしたものがこちらになります。ちょっと後ろをね、短くさっぱりさせてあげて、ちょっと羽させてあげました。羽はちょっとアイロンでペッてつけてあげて、あとはワックスとかスプレーで固めてあげてます。なるほど。でも本当後ろをバッサリカットしたぐらいですかね。で前髪もちょうどいい長さに切ってあげて、ここもちょっとふわんってなる感じに固めてあげたぐらいで、本当セット自体はとても楽なものになっております。こちらをかぶっていきたいと思います。お願いします。慣れるかな、団長に。慣れるよ、慣れるよってなるか、でリーダーになるか。そうだね、リーダーになっちゃうかもしれないな。そうか、リーダーにはならないと思うけどな。団長かって結構ね言ってたんだよね、まあ、団長にはなれるのかなっていう、顔面のハードルの高さというかね、まあ、ね、顔面のハードルの高さもあるよね。でも見たいし、やってほしいしなっていうのね、うん、さあリーダーか団長か、どっちだ。このできるかな、こっちも誤差そうですね、誤差もそうなんですね。包帯でギリギリまで上に、あでも、はいはいはい、顔団長がいる、横だったら団長がいるよ。団長だね、団長じゃないですか。兵長でもなくちゃんと団長だ。兵長兵長って言うとちょっと兵長に見えてきちゃうね。見えちゃうからやめて。髪が近いかも。そうね、やっぱ今日こういう髪型、本当だってこうなるのかね。わからんくなってきた。そう、さあどうでしょう皆さん、どうですか、ベンズナイフが似合う顔になってきましたよね。ベンズナイフが集めてそうですか。すごいな、俺も占っているって言いそうですか。高青年演じるからな。そうですね、あの時もね、さすがって思ったよね。そうですね、使い分けれるんだから。かっこいい、団長、団長、お、イケメン、うん、顔は非常によろしい、爽やか、いいじゃないですか、めちゃくちゃ良いと思う。すごいな、俺も占ってるの。チラシらしいな、この団長が来てんだから。あとで団長に占ってもらうな、みんな。みんな一回占ってもらうな。はい、というわけで、じゃあ完成です。はい、というわけで、毎週月曜日ですね、16時30分からビッグショップメープル池袋店さんにて公開収録やっておりましたが、本日が最終回となります。公開収録が、はい、公開収録が最終回となります。ピエーン、来てくれた方とか本当にありがとうございました。今まで来てくださった方ありがとうございます。メープルさんありがとうございました。メープルさんありがとうございました。かの村山さんも言っておりましたが、ハイアンドロー、あの親子は卒業してもハヤンドローは卒業してねんだって。そんなセリフがある、はい、言ってましたね。セリフではないんですけど、金村山さんも言っておりました通り、ね、メープルは卒業しますが、はい、あのメイク動画は卒業しませんので、うん、メープルさんもメイクさんも、ね、メープルさんも続けます。場所が変わるだけなんで、そう、場所が変わるだけなの で、ね、そこは勘違いしないでください。この辺のお知らせも前からなと思います。おいおい、うん、で配信はね多分やると思いますので、はい、見ていただけたらなと思います。はい、はい、というわけで本当にありがとうございました。メープルさんありがとうございました。移転してもみんな行くんだぞ。はい、というわけでありがとうございました。バイバーイ。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。なぜ俺はまだ生きてるの、なぜ。お父さん聞こえますか。僕たちからあなたへのレクイエムです。パサパサ屋上の中に聞いてくれてる、あこの女性が。あ、ちょっとんでしょ。参観日のお母さんが、父兄の方が。地上の。息子の姿を撮ってんなと思ってるもん今。